タイオガ軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の北部中央に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万1981人であり、2000年の4万1373人から1.5%増加した。軍庁所在地はウェルズボロボロであり、同軍で人口最大の町はマンスフィールドボロである。 タイオガ軍は1804年3月26日にライカミング軍から分離して設立された。軍名はタイオガ側から取られた。タイオガ軍は州内でも共和党の支持が強い軍の一つである。1860年アメリカ合衆国大統領選挙でエイブラハムリンカーンが軍投票総数の78.57%を得た時以来の長い歴史がある。 その後共和党以外の候補者を支持したのは2回のみである。1回目は1912年、セオドア・ルーズベルトが共和党から分かれ、進歩党候補として出馬したとき、2回目は1964年リンドン・ビー・ジョンソンだった。2004年、ジョージ・ W ・ブッシュは68%、12019票を獲得し、民主党のジョン・ケリーは31%、 5437票と大差だった。2008年では、ジョン・マケインが62.7%の支持を得た。2006年のアメリカ合衆国上院議員選挙のディック・サントラム、州知事選挙のリンスワンはどちらも対応が軍で支持を得たが、州全体では落選した。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1137平方マイルであり、 このうち陸地1134平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.31%である。軍内の公共交通は、エンドレスマウンテンズ交通公社が担当している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。太陽が軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白、国勢調査指定地域は、 青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域はアメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。 タイオガ軍教育学区の区分図2010年6月時点でペンシルベニア州教育省に登録される私立学校は次の通りである。軍内には3つの州立公園がある。ありがとうございます。